エクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が b ボーイのリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストララジオ。びっくりなんだ。エクストララジオ。言っとくけど、今日も来てっから。マイケル富岡。今どうすか。引き続きゲストの方がいらっしゃるんですけど、はい、先週からまあ20点という感じ、うん、もう大丈夫でしょう、ね、でしょう、ね、何点何点あもう400点低い低いちょっとこの目の前のビール一気飲みした方がいいんじゃない。あいや、うん、大丈夫だ。目からおいおいってなんだ。缶潰す人いるよね。ビールの人いるね。これなんでビールのここない潰すの。持ちやすい人でも持ってんのか。持ちやすいからね。でも最初からその缶にしてくれれば。まあね、うん、なんか潰すと泡がみたいな、まあ、っていうのも聞いたことあるけど、わ、うんうん、かんないけどやってる、うん。あ、お前絶対あれでしょ、アイスの棒とか絶対カミカミしてボロボロにするタイプでしょ。全然違えと思うけどねそれはそれについてはそうですか。形やないですね今日もね、まあ、やばいね。サクッとじゃあ自己紹介。そうですね、ちょっとまあせっかくなんで、はい、じゃあそうですね、流暢な喋り方に気をつけてます、神田ですアメージングマイコさん、マイコハンです。自分を手で取って、食べばさとです。誰だ？俳優？俳優じゃん。誰だ？ベテラン俳優じゃん。食べばさと。阿部ピロシです絶妙なとこ来んなよ番組構成作家のアメージングカイコマです。おお確かに確かに休憩中にめっちゃ相談したよ、うん、相談してたありがたい早茹でマカロニですというわけで結構空調の音するんだって今やっと気づいたぐらいの、うんすかしとも言わなくなっちゃう。じゃあ MC なんだっけ。早めまかに、うん、早まか。なったわ。ですね、うん、せっかくなんでっていうか、はい、メールが来ておりまして。だってこのハガキ職人のアメージングカイコマンさんがいるというのに。そうなんですよ。ちょっとメールせっかくだから、うん、ちょっと読んでいきたいと思うんですけど、はいはい、ちょっとね、まあ、つまんなかったらカットって感じ構成作家だから。いや構成作家だよな。そうだよな、じゃあ いきますね、はい、ラジオネーム、はい、リア。おリアリア先々週後ろタイヤの、はいはいはい、後ろの人だ、いきます、はい、リアバンパーのリアです。リアバンパーだとタイヤじゃない。リア衣装作りの工程を見てみたいです。ビックリマンの。はい。あと早着替えも見てみたいし、皆さんでずっと DJ やってるところも見てみたいです。あと恵比寿さんの髪切ってるところも見たいです。スカシさんが飯食ってるところも見たいし、神田さんのファッションショーも見たいです。ファッションショー。ポンズさんは存在がもう可愛い。天童さんは結構私にとっては未知なので、まずは好きな食べ物から教えてくださいというメールです。天童って何が好きなの。食べ物お茶漬け。知りが知らなかった。知らなかったよ。いつからそれ。いつから37ぐらい。マジ最近じゃん。最近でその前は何だった。キャラメルポン。
確かに食ってた食ってた短大の時とか弁当の代わりに食ってた、うん、でもあれねポップコーンポップコーン文化祭のあれしか茹でてないパスタとか食ってたそうそう茹でてないパスタそのまま食って歯かけてたかけてっからかけてっからとか言われても何の自慢にも食やべえやすごい気に入られてますね。あ絶対ね、そうです、ね。それはさっきなんかコメントとかくれてた人だもんね。多分あの女性のことだよね。ライブ配信、ね、あ嬉しいっすね。女性からのついに女性からの迷惑になりました、ね。嬉しい。まあね早着替えはね一回ライブでやったんですよ、ね。だいぶ昔だね、うん。ブラストがあった時代なんて本当20、23、3、4とかの時。うん、早着替えライブ早着替えライブ、ね、スーパージョッキーみたいな、みたいにどうやってやったんだ上に、ね、天井の上に、うん、あの洗濯バサミかなんかでこういう輪っかの簡易的なその脱衣所みたいなのを各々3人分作って、うん、で紐引いたら着替え終わって紐引いたらパッてあの下にポトって落ちる仕組みを作って、うんはいはいやったよ。考えてるな。考えた。自分たち。そうだよいや。もちろんね、あの着替え途中に、うん、あの幕落ちる。幕落ちるっていうのあのー、ねスーパージョッキー的なハプニングもありの。そうね。やったね。今さ衣装作るって言ったらさなんだろうね。恵比寿とか再放送してるもんね。ヒーローのやつ。ヒーローのやつ。ひよこのひよこの肩パッドみたいなやつ。縫い付けてるから。あのデビスあの仙台から、はいはい、あなんかライブ回顧版が来たというね、はい、お面のやつ、ね、そうですね、はいはい、みんな何かおのおの用意してっていう時の蛭子、うんうん、さんのジャージを、うんうん、あ肩まで肩まで、はいはいはい、ポッケのとこから腕出たかわいいキャラクターちょっと盛岡の大きい服フォーエルフォーエルで6L の歴史サイズじゃん確かに今思えばねなんかあのジャージ改造したりとかしてたもん ね, ねなんか本当はさ不良はさ制服をさ改造するけどさ制服改造したら戻せないからさ、うん、ジャージを改造したりとかはしてたもん、ね、確かにないね中学校ピーターパンみたいに切ったギザギザこの話それギザギザ真似されたわうんね可愛い女の子マジで、うん、でそれで真似されたからっつって、うん、スパンコールスパンコールチャックつけた今度ねあのチャック股間ついてないんだけど、うんうんうん、そのジャージだから足の裾についてたそのジャージをまずピーターパンに切って、はい、その余った裾のチャックを外して、はい、股間のところにちゃんとあの縫い付けてマジで、うんうん、だからあの鼻中のジャージはあのおしっこ穴ついてないんだけど俺のだけついてたおしっこ穴先週からおしっこ穴そう開けた瞬間になんかブーンだみたいな、ね、おいもう編集ゴーワギナグロい感じスパンコールはスパンコールもつけてたねつけてたよ、うんスパンコールもつけてすごい最先端つけてたなだね多分ね当時からやってたやってたね、うん、そうねなるほどすごいね衣装注目されてるからそうかこれからも頑張りたいこれね衣装っていうのを一回やめた時期もあったの一回だけだね一回こうでやったら別にお客さんは何とも思ってなかったのに、うん、自分たちでなんかちょっと違ったねっていうので満足度が低いなんか別に本当自分たちで自らねなんか貸してるよね、うん、貸して、うん、たまにそれできつくなったりとかねでたまに鬱になったりとか、ね、ああまた衣装着くないやなんて着替えてんだよこんな狭い部屋でよ毎月イベントやってた時はねフラストで掃除用具室みたいな狭い部屋でそうそうそうごめんとっつってぶつかったりとかして
その着替えてるとこ見られてもダメだし、例えばそのいつもやり慣れてないクラブとかさ、県外のイベント行っても着替えるとこありますかみたいな、ええみたいな、着替えるとこちょっとないんでって言って、その外でこうなんか着替えてこの前もね、ソルファンの着替えてたら、それも見たくなかった着替えてるとこは見たくなかった、そうなんだそう確かにそうなんだってそう言われましても、うん、まあね、自分たちが作った定めだよね、まあね、うん、もうやめれないよ、そうやめれないよ、やめた時はもう解散だもん、解散だ、かっこつけ出したぞあいつみたいな解散でも便利なんだよね、汗かいてさ、うん、あのライブでめっちゃ汗かいて、はいはいはい、着替えればね、うん、そうだね、あそうだね、さらりとしたら着れるし速攻着替えっからあと唯一あれだね、その着替えなきゃいけないから自分たちの出番の前の人のライブ見れない、あそれはある、うん、それはある、それだけはいつもいかがなものなの、申し訳ないでしょ、私服でも、私服でもすぐ脱げ、あじゃあやっぱ早着替えなのかな、早着替えあるね、だんだんボアコート着てて、でもいいのかね、ボアコートみたいなの着た、あベンチコート、ベンチコートみたいなの着てて、いいね、作ろうよ、それも顔よそこ再注目してもいいかもね、一緒やってますっていうことで、はいはいはい、マンネリしてたけど、当たり前のように変な格好して出てたけど、うん、ちゃんと衣装に注目して、そうだ、ね、なんかあったよね、ボアコートなんてさ、うん、トライブが、あの、うん、トライブのライブでさ、うんうん、あの、ATC9 のジェダイの格好を作ってるのかぶってきてさ、はいはい、で、なんかいきなりバーって脱いでラップし始めるみたいな、へぇ、かっこいいやつじゃん、かっこいいやつ、うん、それを再現すればいいんじゃない、それは B-Boy よ、確かにね、それはね、じゃあジェダイ、ジェダイや、あの、ダース・ベイダーの、ダース・ベイダーの、うん、はいはいはい、いいマントを作って、それはダースレーダーの衣装、ダースレーダー、眼帯眼帯で、それだけじゃねえか、ダメレコで、ダメレコとして、そんな感じで、あ、お手紙ありがとうございます、リアさん、続きまして、はい、ラジオネーム、はい、ダッキナルディ、おお、ダッキナルディさん、ダッキナルディさん、はい、行きます。ビックリマンの皆様、おばんです、おばんです、デビルマンエンディング風にお願いしますっていうのが来ます、これちょっとわからないんで、普段じゃないので、俺なりに生かしてもらいますけども、誰も知らない忘れちゃいけないタッキナルディが、じゃあ誰も知らない知られちゃいけないタッキナルディが誰なのか、今日もどこかでウルトラソウルの変態紳士テクノブレイカーズ2番キャッチャーのタッキナルディです。前回の放送をヒヤヒヤして聞いてました、はい、正体がバレると月に帰らなければならなくなるので、前回か、さて今年も残すところ1ヶ月ちょいですが、うん、第102回白黒歌合戦2年連続3回目の出場と第2本レコード大賞特別運国祭音楽賞並びに第2本アカデミー賞ベストシルダン優勝の受賞おめでとうございます。そんな覚えねえし、さすが花巻のスタービックリマン、次はぜひ紅白歌合戦の特別企画枠で氷川きよしさんと限界突破したステージを狙ってくださいね。あと24時間ビックリマンで企画驚きました。もちろん某男子高校文化祭企画の24時間ソフトボールをリスペクトするんですよね。でも人数的に厳しいのでマス屋で帰れまてんとか、警察24時ビックリマンパトロールとか、24時間ヒッチハイクとか、24時間ガンプラ24個作成とか楽しみにしてます。いい企画を、やばい企画、やっぱそういうの思いつく人ってすごいですね。せいぜい俺が思いついたのは肩透かし VS カニ24時間またかよ、またまたってやってねやってないじゃん、だって入れトレはしてたんだけど、うん、ちょうどいいカニいなくてさ、あれ夏だったからじゃないか、冬だったらカニいるよね、いるね、うん、いっぱい、うん、え、どう、ガチでやれる24時間はちょっと持て余すかもしれない、うんうん、一回お茶とか飲みに行くかもしれない、あ、そう、20、
24時間カニと戦うってなんかロマンね。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 まあ聞いたことはね。ないよ、ね。聞いたことはね。お互いボロボロになる。そうだね、カニもカニでボロボロになるし、このハサミのこことかさここつれてもボツボツしてるとか痛そうだし、はいはいはい、あれで全部さ肌のさ角質取ればいいじゃん、うん、角質はねえと思うけどやらないなこれやらないな、ね、これこそ寝起きドッキリでもうカニと戦うってもう布団の中に入れちゃう入れちゃってるで部屋出ようとしたらもうさホント怖いよそれ鍵全部閉まっててさ怖いねそれ夢かと思うよねカニ5杯カニ昔さあの友達の家で新年会とか、うん、ピーボー新年会やってたじゃん友和ってやつ友和の家ね、うん、その時あの、まあ、家のそいつの家なんだけど、うん、そいつが寝ちゃってさ、はい、あのなんで寝てんのやってなってさ、うん、卵焼き作ってさ顔にのしたことは顔にって熱々の卵焼き焼いて勝手にキッチンで焼いてさ実家のね、そうだね寝てるやつの顔に皿のようにこうねチュルって面白いかなと思ったらおかしべやおいとか言われてリアクション薄っみたいなもっと熱っとかってリアクション聞けるのかなと思ったなんかいやとろーっておかしべや卵焼きってことは分かったおかしべおかしべあれこの間思い出してすげえ面白いなと思って結構シュールな卵焼き顔にかけて熱々とかじゃなかったのなんか普通にこう自然になんか重力でこう落ちてて面白いみたいないろいろおかしいよねそれは人んちおかしい自分ちで卵焼き焼かれて卵使われてちょっと察するよ起きた瞬間にさもう亀甲縛りにされてる肩透かしがカニと戦うの5杯のマジで5杯もハンデすごいねそれはハンデすごいよねだから自らそのハサミでさ縄切らせたりカニ対カメっていうとことですよねカメそうだね亀甲縛りだからねそうだね花巻名物でしょカニ対ハブみたいなカメ対武徳でのいいね亀対カニなるほどね、はい、いやー、いいですね、まあ、そうなヒッチハイクとかすごいですね、うん、どこまで行くんだろうねどこまで、でも誰かがついていかなきゃいけないいや、自撮りでいいんじゃない自撮りかー、うん、まだ撮んなくてもいいし、うん、おい照明で、でも自撮りでね、ここに、そこにいたらもうマジで行ってるってことだもんねそうだよね、うん、すごいよ、それ24時間の、ね、乗せてくれた人撮るわけにもいかないしねそうそうそう、そうね、すごいね宗谷岬とか言ってたとか言ってねマジだマジかよみたいな倒したカニをさやっぱそのわらしべ長者のようにどんどんさいろんなものからたまに電話して今どこいんのとか今長者原ですとかいいえマジで移動してんじゃんみたいな降ろされてどうすんだ24時間経って伊豆にいますとか帰ってこれねえわカニ5杯だけでしょあとお土産お土産でカニと交換してね、はい、そうですねそうなんです今日そこに関して24時間ビックリマンに関してねメールが来てたことがあって、はいちょっと読もうかなと思ってるやつがあるんですよ、ね、はいはい過去にですか、ね、はいちょっと来てたんですけど、うん、保留してたやつがあって、うん、何様だよ読ませていただいてますね、はいうん、ラジオネームアメイジングカイコマン AKA ラブポリス、はい、もう、ね、名前から知って面白いっすね自画自賛そうだよこれはがき職人として目の前で読まれるってどうなんすごい、まあ初めて、ね、おー初めてですからね、うんまあ、あの数多く読まれてきてはいますか、はいはいはい、本人を目の前に生で読まれるのねちょっとじゃあ行かせていただきますね、はい、これがねすごいですよ、うん、行きます、はい、久しぶりだなヤッホーラブポリスだぞこの間24時間ビックリマンをやりたいって話をしてたよねもしやるのならすっごく楽しみだからラブポリスもたくさんアイデアを考えちゃった実は似たような企画を歌丸さんのラジオでもやっていたことがあって、はい、それもすっごく楽しかったんだその時のことをも思い出していくつか企画を考えてみたよその前に
24時間ビックリマン全体をどのようにまとめるかを考えるべきだと思う。まず24時間もあるから、たくさんの企画を用意して、ビックリマンのみんながいろんなことをするというのが良いと思う。24時間ずっとライブっていうのも、それはそれで面白すぎるけど、体張りすぎるのは心配になっちゃう。そして、その中でやる企画だけど、ビックリマンのみんなでやるものと、メンバーの1人か2人が担当するものを作って、順番におねんねタイムを設けるのがいいんじゃないかな。メンバーそれぞれの個性を表現できる機会って意外と貴重だと思うんだ、うん、そして選手交代で寝てる人を起こす様子もエンタメにしちゃえば一石二鳥ということで、大きく分けてみんなでやるもの、ソロ的なものと2つに分けてそれぞれ考えてみたよ。まずみんなでやるもの、うん、いきますね、はい、恥ずかしいな構成作家、1ビックリマンライブ、これは鉄板だよね。最初と最後の2回とか、ここぞというタイミングに配置するのがいいんじゃないかな。2、お食事。見逃しちゃ、見逃しがちかもしれないけど、24時間もやるから何回か食事を取る必要があるよね。ラジオで言ってたお料理教室もいいし、マスヤとかビックリマンのみんなの仲間がやっている飲食店とコラボしたりとかするのも楽しそう。3、ゲーム。みんなでゲーム大会するとすっごく盛り上がるよ。それとかのコンピューターゲームは機材とかいろいろめんどくさそうだけど、ボードゲームとかカードゲームとかアナログゲームだったら手軽にできるんじゃないかな。4、ビックリマンの本気のおしゃれ。映像があるからファッション関係も面白いと思う。例えばゲームクロージングで全身コーディネートとか。5、お絵かき大会。こういうのも楽しいんじゃないかな。6、大喜利。これもみんなだったらきっと面白くなるよ。コメント機能も使って視聴者参加型にもできるよ。次にソロ的なもの。ポンズさんの DJ タイム、これも鉄板と思ったけど、権利的にめんどくさかったりするのかな。やるつもりなら事前に調べる必要があるかも。確かに、そっか、バーンされるかもしれないのか。2、神田さんのおすすめサウナ紹介。あ、いくらでもプレゼン系も面白いよ。サウナが好きな人を呼んでトークセッションするのも楽しそう。3、スカシさんの歌謡曲紹介。これもプレゼン系、うんうん、でもさっきも言ったけど音楽を流すのは権利的にめんどくさいかもしれない、うんうんうん、4、天童さん推薦図書。天童さんがおすすめの本を紹介するの、これはラブポリスが個人的に知りたいやつだよ。なんならラブポリスも出て喋るよ。今思いついたのはざっくりとこんな感じだよ。あと、もしラブポリスが協力できそうなことがあったらスタッフ的なこともするよ。じゃあね。じゃあね。いや嬉しい、最強だね。うちらがね、考えきれてないところまでちゃんと考えてくれてますね、このラブポリスさんは。そうなんですよ、すごいですね、この長文のメールを、すごい才能だなと思います。だよな、すごいやつだな、すごいやつだけど、マジで構成作家とかめっちゃ向いてんじゃねえかなと思うんだよね。でもそれってなり方がよくわかんないですよ、なり方ね。確かに今日さ、多分こういうようなやり方をするとか、こういう企画を考えてるときに、例えば本当にカイコマンが、じゃあその例えばこの尺で、じゃあ俺こういう企画考えたんですけどみたいなの、うちらがそれを、はいはい、それ順次でやるだけってことでしょ。まあ、あの、言ってしまえばそういうことなんかなとは思うんですけど、いつかやってみようよ。道開けかもしれないじゃん。かやこさんって呼ぶわ。もうありがとうございます。かやこさん決まりだね。やめてくださいよ。ちょっと後で、うん、あの、口座番号とか教えるんで。そっから頼んだからな。金だ。多分ね、自分らで DIY で考えてもいいけど、多分さ、そういうさ、うん、やっぱそんなのたけてるやつがいて、そういうやつが考えたことをやるっていう、多分でもいるんじゃないかな、そのラジオメールやってた人が番組の構成に入るとかは、うん、あるいると思うよ。大倉とかもそうじゃない、あの、なんか深夜ラジオ系は結構和楽職人出身の放送作家やってる、いるんだやっぱ。山里亮とかは確か、はいはいはい、うん、あの、こう、そうなの、リスナー出身だった。あ、そうなんだ、すごい、違う、まあ、まあ、うんうん、確かにね、メールが面白いっていうのもあるからね、うん、ラジオってなんか、うん、企画もだけど、うん、送られてくるメールが面白いからコーナーが成り立つのであって、そうだね、そうっすよね。
ちょっと来年とかでもね、なんかタイミング合えばそういうのもね、うん、思いついたな、うんうん、まあ、それかなんていうか24時間って言って、うん、言ってるっていうか、うん、割といきなり24時間っていう感じにはなってますけど、うんうん、普通に3時間ぐらいの配信、うん、盲点だったわみたいなそうだね、もう両極端なの、間違いないで別になしじゃないんじゃないかと。そうだね、こなしっていうこう、うん、確かに3時間でそういう企画とか盛り込んだ、うん、イベントサイズでね、確かに、うん、忘れてたわその気持ち、確かに本当さ、アルバム3枚出すか出さないかぐらいのさ超極端なさスタイルだからさ、3か0か、ね、3か0かみたいなやつだから、それすらも思いつかなかったね。そうだね、4月ぐらいに20時間取っといて、それまでに、うんうん、ちょびちょびと、そうね、いいかもいいかも、ね、アルバム3枚のあのマービーさんが普通に1枚ずつ出せばいいんじゃないかすごい好きだし、そうか、そうか、すごいまっとうって思ってけど、3枚出そうぜっていうのに対してみんな乗ってきたのは俺は嬉しかったけどね、うん、やっぱね、うん、でもやっぱり、うん、こっちも嬉しかったですよ。そっか、こっちもこっちも嬉しかった。そっか、聞く側としてもやっぱり、いや、3枚分も一気にみたいな感じで、まあね、楽しい、うん、じゃあ来週も待ってるわ。今日ね、あの月曜日収録の時はまたタイミング合えばね、呼んでいただければいつでも、いや、ぜひぜひ、なんかよろしくお願いします、うん、じゃあなんか引き続きね、 お手紙もね、そうね、あのいただきたいです、本当に、今日の感想もまた送んなきゃいけないですね。今日こんな感じいるけど、内心ムカついてたかなっていう。段取り悪いです。わざわざ来たのに。本当性格悪い。ニヤニヤするだけだみたいな。おいおい。それも、ね、含みでね。そうそう。またじゃあぜひ。じゃあなんか一言あれば。一言か。なんか宣伝的なこと、あ、いいです、あ、あるんだろう、あ、いや、はい、あの皆さんなんかね、ねえよねえよ、ねえよ、ねえよ、うん、頑張ろう、うん、ま、私は紅白に出ることが決まりましたので、もうどうだろう、どうだろう、最後すごい、探そう、いやべ、嘘ついちゃった、よし、ありがとうございました、嘘でした、ありがとうございました、エクストララジオ。Yeah. あれは中学の修学旅行だった。何も分からず学ランで入った渋谷109。ビームスボーイがレディースだと知らず仕方なく買った S サイズの T シャツ。原宿竹下通り、黒人のキャッチに止められて言われたセリフ。Yo, 兄貴スキューシーあるよ、 hey, 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 エクストララージもあるよ、マジっすか。あれから時は流れ、気づけば俺は一人で新幹線に乗り、電車の乗り換えもできるようになったし、モバイルスイカだって使える、なめんな、交差点ストリート、yeah, 内転筋、yeah, すり抜けるスカヘイ、装備はスキャンティ、タクシー乗ったら遠回りされて来られたっていうのはそれはまた別の話。イーサリアムで買うサイバーケバブ、めっちゃ広い土地、二人称が措置、めっちゃ似合う黒い革ジャン、今日はきっと切れるはず、空も飛べるはず、自由自在に肩の骨外す、庭を野菜で埋め尽くす、今日はこれで言い尽くす、サイバージャパンをシャレなサイダージュース、最近アマゾンで検索したのはオシャレなキーケース、リビングでいじくるシーケンス、アバターウィルスをフンフンディフェンス、自動乾燥機と竜巻旋風脚、なんだか似てる、さっきから一人で遊んでると思ってたんだけど誰かこっち見てる、この世は仮想現実に行こう。